このまま持ってった。ダメだ、セラフィー。さっき最後に見せて。クリミッメシャカロン。あ、入るよ。かわいそう。パパ、一緒にやる？それをどうするか笑ってやる。パパ、ジュニア、一緒にパパがよかった。顔のこことしか分かりません。顔はね、こっち。お顔を奥の方に。顔を奥の方に。適当。入れていいのは？ちょっとしたご飯とか、うん、あ、置いてきた。遊んでたおもちゃとかね、タオルは、まあ、ベランダタオル、タオルは大丈夫です。入れちゃっていい？はい、入れちゃっていいって、はい、じゃ他に入ってないんですね。あの発泡スチロールのまま、あれが、うん、発泡スチロールすぐ蒸発しちゃいますもんね。いいですか、そのまま。じゃあ頭がこっちだから、もう奥です。ちょっともう一回見せよ、頭があれだったら。ビールエンジン、最後。これはダメですよ。それはダメですね。カフェ入ってきてる。バイラッキー。ドライス。じゃあね、バイバイ、ラッキー。バイ。いいよ。お母さんは。バイバイ、ラッキー。ラッキー。よし。はい。じゃあすいません。お願いします。今から火葬の方を始めますけれどもね、火葬中仏様の方を少々私の方でね、昔なの火葬になりますので、はい、で火葬中ですね、まあ、状況によって時間変動ありますので多少前後することあります、はい、大体まあ 7,80 見ていただきます。で、まあ、お骨の状態もですね、火葬終了した時点で体の方のお骨もそうですけれども、特に頭部、お顔ですね、しっかりした形で残るという保証ができるものではありません。消失してしまったり熱で変形して崩れてしまうこと多々ありますので、ね、ご了承ください。よろしいでしょうか。はい、はい、それではお願いします。よろしくお願いします。1時間くらいかな。大丈夫。仮装しないと成仏できないよね。ラッキー君さよなら。なんか向こうで会おう。おさめさせてもらいます。お願いします。向こうで会おうね。それともどちらかお出かけになるんですか？ 1 時間くらいかかっちゃうんだよね。そうですね。どうしようか。1時間くらいかかる。終わりましたら電話させてみましょうか。どうしようか。でも中途半端だよね。これにいるじゃん。遠いからね。家戻るのもめんどくさいしね。こちらかこちらか。これにいますね。行ってもまあちょこっと。収穫の準備整えた状態してからお声かけますので、わかりました。で、まあ
購入された骨壺ですね、在庫こちらにありませんので、私ね、一旦斎場の方を取りに行きます。はい、席はさっきので、ちぐらいので入りそうですか？お骨が見えてこないとちょっと判断できません。あ、そうかそうかそうか。まあでも中型犬だから、15キロだから、大体おそらく入るとは思うんです。ね、わかりました。すいません。ありがとうございます。お願いします。